彫刻家になってみた。僕、はい、観光をやめて彫刻家になりまーす。はい、ということで、彫刻家になったマリオ。これはなんか A みたいな形だね。うん、A みたいな形。あ、A みたいな形に削れってこと。よいしょ。こんな感じ？ポン。こんな感じだよね。これ逆に間違ったらどうなるか見てみたいな。あ、間違った。間違ったから、これで行くと、これでこっち進むと、どうなる？これで、おっと、音が切り替わって。はいはいはい。はい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 。やった！いけた！いけるじゃん。いや、ダメなのか。すごいね。これ、うまいことできてるね。ポン。これで、正確に打てば、正確に打てば、これでいけば、はい。これでこっち行ったら、オフが切り替わった時に、あ、うまいことこう、鍵がゲットしないようになってるんだ。すごいね。このスター何、このスター。このスター何、あ、このスターを取ってこっちにゲット。そういうことか。こっちが正規ルートってことね。なるほど。OK。まずは30コインをゲット。次が、これは、OK って書いてある。OK。さあ、次行ってみましょう。なんかこう、卑猥な形をしてる。卑猥な形をしてるぞ。卑猥な形を作っていこうと。了解しました。まずはこうだよね。こうして、あ、いいね。これ、台があってとてもやりやすいね。今度はこうして、さらに、こっちの一番上からこうして、あれ？あとどうだったっけ？あれ？まだなんか違うな。まだなんか違うぞ。え？あれ？ここ？あ、やばい！やっちゃった。やっちゃった気がする、これ。やっちゃいましたね。やっちゃったな、これ。なんか指のなんかパックみたいになってるぞ。ダメだよね。ダメだよね。鍵ゲットしてミス。死にます。わかった。最初にこっちで打てばいいのか。なるほど。あ、これでまず4削れるわ、確かに。なるほどね。だから、ここでまず打ってしまって、こうだ。あー。なるほど。で、こうだ。これでいけるわ、これで。あー、よくできてる、これ。確かに彫刻家みたいで面白い、これ。へー。これで画面外に移動するから、その間に、D のところ以外が壊れたら、鍵が手に入っちゃって、ミスループに誘導されるっていうことか。へー、すご。ほい。じゃ、クリアしたので、次に進んでいく。何これ？4322の右下に、4322右下に、4322右下にで覚えよう。4322右下に、右下が2だもんね。右下が2。4322、よいしょ。4、こう。4322右下に、こうだ！これでいけるはず！これ完璧でしょう。いや、すごいね。これでよく成立するようになってるね。お見事。あー、なるほど。うまいこと、キラーを使ってるのか。キラーを使って、成立するようになってるんだね。正誤判定になってるんだ。すご。なんちゅうおしゃれなやり方。ラスト、オッケー。 I am ラスト2期。うわ、なんじゃこれ。2、2、明け3、2、明け3。いや、これどう覚えたらいいかな。左上4で覚えた方がいいか。左上4で覚えて、このむしろブロックの形を覚えた方がいいか。ブロックの形を、縦に横横4、3で覚えようか。縦にポンポン4、3。いけるかな。縦に、よいしょ。待ってよ。縦に横横。ここはいらないよね。待ってよ。ここもいらない。縦に、ここまでは壊していい。縦に、で、次は、ここも壊していい。縦に、横横だから、ここも壊していいはず。壊していいはず。ここも壊していい。縦に、横横、待ってよ。ここも壊していい。
縦に横横。4、3だから、ここ壊していい。あ、いけそうだぞ、いけそう。4、3。はい。こうでしょ、確かこうだったよね。え、だよね、だよね。だったよね。いけるはず、これで。どうだ ?2 機の記憶力。そして想像力。やりました、やったー、合ってたー、すごくない？が気持ちいい、これ。ちゃんとできたらめっちゃ気持ちいいね、これ。はい。これで、ドアに入ると。それすると、ラストだったんで、あ、なにこれ、マリオか。マリオの形ができて、これでゴールができると。いや、おしゃれ。サンクスって書いてある。いや、いいな。楽しい、このコース。水が綺麗。はい、ということで、配管工をやめて彫刻家になったマリオ。皆さんもよければ遊んでみてください。鍵が隠されたタワー。鍵が隠されたタワー。これタワーかな、もしかして。おっと、こういうところにジャンプがあるのはとても好き。あ、なんかタワーっぽさあるね。タワーっぽさあるよ。さ、なんだこれ。あ、鍵あるね。鍵ある。鍵があるよ、確かに。鍵がある。ずっと落ちていく。何それ。最初から落ちていくって面白いね。ずっと落ちて、ずっと落ちて、ずっと落ちていくよ。左に行けと。まずはここで、オンオフを押して、ほいほい。上に上がっていきます。いいね。タワー感がすごいあるね。いいね。あ、そして下に行って、オンオフを押して、また上がっていく。あ、楽しい。今度は、あ、これでこっちに行くんだ。あ、素晴らしい。いや、面白いな、これ。これと、こっちか。こっちに行けますよ、と。でもね、ここで、ブロック叩いて、右に行く。上は行けないから、こっちに戻って、あー、これルートがよくできてるね。よくできてる。こうずっと上に行くだけじゃなくて、ちょっとこう下に戻ったりとかしながらさ、なんか右の R の3回とか L の3回とかさ、そんな感じで、なんかうまいこと左右を使いながらといって感じ、すごくいいね。ここで猫ちゃんを取って、にゃおんとにゃおんと。OK。そして上がっていきます、上がっていきます。いや、これ楽しいな。すごい楽しい。なんかアスレチック系でさ、こうなんかタイムアタックを目指すとかでもすごい楽しそう。あー、これヒップか。ヒップしてここに入る。さあさあ、猫ちゃんで上がっていきましょう。よいしょ。さあ、上がってきた、上がってきた、猫ちゃんで上がってきた。またまた、あ、そうそう、だいぶ、そう、降りるのは一瞬だけど、上がるのは大変だよね。そう、そうなのよ。あ、鍵をゲットして、この土管に入っていきますと。で、鍵をゲットしたから、ここで鍵座に入れるけど、鍵ブロックに入れるけど、その前に、上に何かあるのかな？あ、素晴らしい！こういうところにもちゃんと探索要素を用意してくれてるの、すごく好き。OK！ あ、これでゴールか、素晴らしい！こっちの方にも何かある？あ、こっちの方にも何かあって、これで1アップゴールができない!1 アップゴールはできなかったけど、GG って書いてあってね。いや、すごく面白いコースだった。最初にまさかの全部落ちて上がっていってという感じで、オンオフをうまく使って、うまいことを成り立つようになってましたね。皆さんもよければ、鍵が隠されたタワー、遊んでみてください。それでは、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。